グレービーソースグレービーソースは、調理された食肉から出る肉汁をもとに作られるソースである。グレービーとは、第一義的には肉汁そのもののことである。グレービーソースという表現は、英語圏でも見られるが、グレービー自体に肉汁から作るソースという意味もある。18世紀のイギリス料理に関するテキストでは、グレービーを基本的なソースとして紹介しているが、 多少の肉と玉ねぎ、スパイス類を茶色くなるまで炒めて、小麦粉と水を加えて煮込むという今日のブラウンソースのようなものだった。今日グレービーソースとして一般的なのはローストやソテーなどを作った後、残った肉汁を一旦取り出し、焦げのついた鍋やフライパンにワインや水、ビール、ストックを加え、デグラッセする。 そこに軽く炒めた小麦粉や片栗粉と肉汁を徐々に戻し滑らかになるようにゆっくりと、かつしっかりと混ぜる。より滑らかにするために牛乳や生クリーム、それに野菜ジュースを足す場合もある。また小さく刻んだ調理済みの肉を戻し、ソースの風味を増すように仕上げることもある。グレービーソースは食べる直前に作るソースのため、あまり長時間は煮込まない。 日本の洋食においては、ステーキやハンバーグ、ローストビーフなどのドリップにトマトケチャップやウスターソースなどを合わせたものをソースとして用いる例がしばしば見られるが、これらはグレービーソースではなくドミグラスソースの簡易版として認識されることが多い。マッシュポテトにグレービーソースをかけたものはアメリカ料理の定番である。ステーキやミートローフにもよく使われる。また、 アメリカ風ビスケットや、ヨークシャープディング、ローストチキンや七面鳥の詰め物、ロコモコにもかけて食べられる。カナダ料理では、フライドポテトにチーズカードとグレービーソースをかけた、プーティンが有名。通常、鶏肉料理には、白いホワイトグレービー、赤身の肉料理には、茶色のブラウングレービーが用いられる。野菜のみを使用した出来合いのベジタリアン向け、グレービーソースも売られている。 ありがとうございます。